今夜スクールオブロック夜10時からでございますけども、前任の、吉田教頭先生が2年半、勤めてまいりましたけども、先週の木曜日をもって退任ということで、新教頭先生、私が初代、2代目吉田教頭、そして3代目、誰が赴任してくるんでしょうか、僕も楽しみに聞きたいなと思っております。さあ誰なんでしょうか。今週はね、僕改めて夕方もやらせてもらうし、スクールオブロックの教頭3代目として、うん、ちょっとそっちの帰り咲きもあるんでね、うん、今週はその辺のフィット感もこうもう一回10代に向けて喋るぞっていう気持ちを作んなきゃいけないし、ね、うん、いろいろあるんですよ。もう終わりましょう、うん、ほら、はい、それでは本部長、今日も一日お疲れ様でした。秘書お疲れヤクルト行きます。